スペースランナウェイ。桜大戦3は桜大戦シリーズ最高傑作に対するネットの反応をお送りするよ。俺は桜大戦3がシリーズ最高傑作だと思うが、お前らはどう思う？俺の青春そのもの。取り消す買ってよかったと心から思えた。2のサターンの時も思ったけど、冒頭の路面電車のシーンアドベンチャーからシームレスでアニメに移行してまたアドベンチャーになるの見た時はびっくりした。まあそこのシーン以外で使われていた覚えはあんまりないんだけど。とっくに首になってる破壊層、愉快痛快な貴族様、笑顔が重すぎる子女、年中も服の未亡人、ガチな犯罪者、ヒロインを総特会の中、こんな攻めたキャラ設定で全員最高と言わしめるのほんとすごい。点灯 CM で釘付けになったな。ゲームはオープニングだけで3億円が飛んでセガがマジで傾きかけたとかいう噂、今見てもそのクオリティは恐ろしい。フレンチカンカンのシーンとかオーパーツだよな。あれ CG 起こしてトレースしたのかね。当時はまだブーンレンダリングが珍しかったからね。手書きであの回り込みはすごかった。ゲームとしての遊びやすさにもちゃんと配慮されてた。ただの2択や3択ではないアドベンチャーパートが新鮮だった。時間制限があったり組み合わせだったりって要素は他にない。初見殺しの選択肢だったな。1話ごとに終わった後、セーブができることや好感度が見れる画面でもう楽しい。デート派だけど、ゲームとしての完成度は3がシリーズ最高峰なのは認めざるを得ない。戦闘服への着替えシーンが超良かった。こいつの戦闘パートの快適さに一番次世代機を感じたわ。ここから採用された新しい戦闘システムの名前って ARMS だっけ？あれが良かった。4だと渋滞してたけど。あとちょっと届かないってのを無理やりに調整して移動距離を伸ばすのが楽しいんだよな。確かこの字に移動するとか、そんなことが当時の攻略本に書いてあったな。2までの戦闘パートは正直面白くなかった。3のこのシステムは新鮮でだれることがなく楽しめたな。あの感覚でできるゲージ戦闘は本当に画期的だったよな。ストレス一気になくなった。戦闘がシンプルなのもいいところだけど、必殺技をぶっ放す爽快感に強力攻撃の掛け合いが一番楽しかった。戦闘中の車とかのオブジェには街の人たちの好感度判定があって、壊さないでおくと好感度が上がるんだったよな。いや、もうほんとそんなこととか知らないし気づかないっての。細部まで作られてて逆に恐怖を覚えた。大神さんだけ続投させて他キャラを一新したことがいい感じに噛み合ってたね。全く知らない土地で、全く知らないキャラを次々といてこましていく大神さんが爽快極まりなかった。ムービーのボイス付きセリフもやたら増えたしキャラ立ちが過ぎたわ。そしてパリ部隊は最初からいるんじゃなくて自分で隊員集めからやる分愛着湧くよね。私は最初からいましたよ大神さん。そして物語途中、浮気調査にパリに来る帝都花組。俺のことは忘れてくれ、はさすがに選べなかった。4でパリ組が帝都に応援に来てくれたのは嬉しいのに3で桜くんがパリに来るのは心底怖い。第一陣が桜、スミレ、アイリスという恐怖の組み合わせだったからな。それに比べてコーラン、カンナ、マリアという第二陣の安定感と信頼感と大人感よ。精神的に安定してるカンナとマリアの訓練にパリ後部の技術を一気に底上げしたコーランの存在は大きい。実際、第一陣は第二陣のお膳立てって記憶しかない。結局一番大きいのはビジュアルがみんな良すぎるってところなんだよ。コクリコと結婚したい。コクリコはお母さん枠だよ。3から初めてドハマりした思い出だわ。コクリコがやっぱ今見ても可愛い。サーカスでの扱いがきつかった。パンもらえるだけありがたいって、やばすぎ。割と話の内容がきつかったよな。幸せにしたい。エリカが狂ってるおかげでパリ組の5人はバランスがとても良かった。当時のインタビューで桜大戦シリーズには、神宮寺桜という正統派ヒロインがいるから、桜大戦3ではエリカのぶっ飛んだキャラ設定が使えた、と書かれててすごく納得した記憶がある。でも朝一におはぼんはきつい。むしろこの話をしに来た、いつ聞いても脳が溶ける。公平先生が仮歌を歌ってたと聞いた、聞いてみたい。大神さんとプレイヤーが一番シンクロするシーンだぜ。バランスよく惚れてくれる5人がちょうどいいんだよ。日本の連中は制裁の圧がきつい。エリカ大好き、日高のリコはまだまだいける。
あんな頭おかしい子なのにすっげえ可愛いってすごいよね。心根は本当に美しいからね。クソドジってだけで。あやめさんのがカゴついてるし本物の天の使いなんだろうな。でも結局あの覚醒って何だったんだろうか。覚醒エリカくんは伏線回収も何もなかったからな。エリカが本当にいい子だってわかる名言。なお、全プレイヤーが突っ込みたいことをロベリアが言ってくれる。エリカはきっと心臓が2つあるんだよ。ヒロインが揃う絵面だとエリカがセンターポジションなのに本人の癖が強すぎるおかげで一瞬、他のキャラが相対的にマイルドに見えるけど冷静に思い返すと全員ヤバいんよな。なんでや花火くんはまともやろ。花火くんを知ったら本気で日本に帰る気がうせた。語尾にポッとかつける未亡人がまとも、本当に。あれはため息みたいなもんだから。いやぁ、未亡人ヒロインはなかなか攻めてると思うぞ。一見、重そうな未亡人だけど公約し始めると大神さんにめっちゃ懐く素直な子だしね。そもそも花火くんがまともかどうか。って言い出すと全ヒロイン重いし。ギャルゲーのヒロインなんてちょっと重いくらいでいいんだ。花火くんは初夜を迎える前に事故に遭ったんだっけ？確かそうだった。お嬢様で奥手な性格だし当時の貴族なら婚前交渉もないだろうから、順当に結婚式の夜となるはずが挙式挙げてる豪華客船が沈没したがために結婚を済ませて変わるはずの名字すらそのままっていう。メルとシーだとメルの方が人気あったのかな。シーの儚いボイスもたまらんものがあるんだが、21年のデータだけど確かにメル君の方が上だった。メル君と結婚したい。全員の写真を必要な部分だけ切り取って飾ってるメル君が好きです。本当にいじらしい娘ですよ。メル、C 君の電気攻めシーンがあるというだけで OVA を買った思い出、悔いはない。ネットもやってない頃にハマって、メルシーエンドはあるはずなんだ、って何週も探し続けたな。最高のツンデレキャラであるグリシーヌ様、序盤の日本人をバカにした、いけすかない貴族様。グリシーヌがいるから日本には帰りません。グリシーヌは落としがいがあった。グリシーヌに罵られたい。シャワー覗いた後にゴミみたいな扱い受けた時は興奮した。でもこういう顔も好き。めっちゃ好きだったけど、これほど美しい金髪碧眼の血筋に東洋の血を入れていいのか、という葛藤と背徳感があった。シャワー室で上から下までじっくり眺めないと信頼度が下がるヒロイン、それがロベリア。どうだった？と聞かれた記憶がある。規格外ヒロインだな。ベストエンディングのムービーで刑務所へ護送されるラルゲイのヒロインなんて他に知らないっつうの。ロベリアは普段の髪型で損してるとこあると思う。護送エンディングの綺麗な体になって帰ってくるよってセリフは結構好きだったな。本当に変わったなぁと思う。シリーズでも一番好きだったし散々楽しんでしばらくしてロベリアの声優が17歳と知って驚いた思い出。井上菊子がロベリアの練習してたら娘に泣かれたって話には吹いたな。ロベリアと添い寝したい。しかしミニゲームでは遊びまくったな。俺、本編も何度もやったけど一番遊んだのはミニゲームぜい。コクリコスマッシュ。コクリコスマッシュは本編より熱中した。熱中しすぎてニュータイプに覚醒した。後部ナックルをやり込んだやつも多そうだ。肉だ。なお、ここまでの傑作なのにミステリアスパリまで遊んだ人は少ない模様。やったけどクリアできないんだよ。そして3といえば後部 F、かっこよくて好き。OVA で大神とエリカが一緒に暴走ボーンと戦うのがかっこよくて好きだったな。もっとアニメでもあんな感じの後部戦を増やしてほしかった。後部 F2 で各キャラごとにカスタマイズされたかっこよさよ。そろそろ、何か思い出してくれませんか？般若の面、かな？俺はなんだかんだで桜大戦で桜くんが一番好きだよ。桜くんは大神さんを心配してわざわざ帝都から駆けつけてきてくれた。ちょうど来てくれた時の状況はどん底状態だったのにお前らはいつも怯える。あと3って日本に帰るっていう明確な別れの展開だからエンディング前の最後の自由行動でサブキャラ含めて最後の挨拶回りが心に残った。町人ほぼ全員に好感度があって見送りの言葉が増えるの好き。3は街中も歩くことができたのが良かった。エビアン警部の大神一郎隊員に敬礼ってイベントが良かった。やっぱりヒロイン総特会で成功したのは改めて本当にすごいと思う。その後主人公を取り替えて失速したからやっぱ桜大戦シリーズは大神さんがキーなんだよな。
主人公を変更した結果、こけた流れって逆転裁判シリーズともダブるんだよな。でもあっちは途中でなんとか盛り返したけど、桜大戦は結局失速して取り戻せなかった。ストリートファイターシリーズも3でアレックスを主人公にしたけど結局ダメで U に戻った。シリーズもので主人公を変えて成功するのはやっぱり難しいね。3まで来て主人公に自己投影ができないとかいう野暮いないだろうし、大神さんを前面に出したのはいい判断だった。自己投影なんてできない、いい男すぎる、俺が大神隊長に公約されたい。大神さんは大神さんだよ、俺なんかが投影するなんておこがましい。大神と他キャラの話を俯瞰で見る感じだった。というかなんだかんだで大神が一番好きっぽい。いや、しかし大神さんになってお風呂を覗きたいだけの人生だった。結局桜大戦って物語は大神一郎の物語なんだって痛感する。日本に帰りたくねえ。